私引きこもってなんかない。沙織、学校行かないってどういうこと？せめてかっこよく死のうかなって。ねえ、おじさんって引きこもりなの？大人のくせに。君も同じ。人生は忌々しいほど長い。千織、お前も大きくなったら分かるって。分かるなんて簡単に言わないで。